この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので、精度が低いことをご了承ください。よし、秘密の部屋は終わったから、次はカップル3人組のやつですね。一体どうなることやら。放課後、いつもの放送室、いつもの3人。私がいて、ミウがいて、ネナがいる。そう、いつもの放課後。ねえ、やっぱこれ行こうよ。絶対面白いって。だから別に行ってもいいって言ってるだろ。じゃあ、あとはネナだね。ネナだ。ねえ、ネナ、一緒に行こうよ。あ、あれか。何やったっけ、放送室覗いた時の会話のやつや。ああ、もうまだ寝てる。こら、起きなよ。ねえな、話聞いて。懲りもせず、海はネナを起こしにかかる。もうほっとけばいいのに。いつも騒がしく私たちをひっかき、引っ張り回すか。引っ張り回す海。いつでも眠そうで、実際しょっちゅう寝ているネナ。そして冷めたふりをして、それを受け流している私。ずっと3人一緒だった。この学校に入る前から。へえ。そしてこの学校でも。始まりは中学の時、たまたま3人同じクラスになった。それまでは、顔も名前もお互い知らなかった。話しかけられるまで海のことなんか知らなかった。それが始業式が終わって、新学年最初のホームルームが終わって、突然海が話しかけてきた。すでに第一段階目の人格形成が終わっていた私は、随分謙遜な態度をとったと思う。でも海はそんなことを気にもせず、何の説明もなしに私をネナの席まで引っ張っていった。ああ、確かネナはこの時すでに居眠り魔だったような。机に突っ伏して寝ていた気がする。そしていきなりこう言った。何の前置きもなしに。ねえねえ、名前が123ってすごいよね。これもう、これって運命だよね。私たち今日から友達になろうよ。ほほっ。はあ、なんだこいつ、バカか。そう思った。123ってそれだけかよ。それに私の名字は二野だから2じゃないやろ。バカらしくなってさっさと帰ろうとした私の手を、海が掴む。なんだよこいつ、なんだよこいつって睨んでやったら目があった。なんかもうすっごいキラキラした、自分の言ったこと少しも間違ってないって目をしていた。直感的に、ああダメだ、これは付きまとわれる、追い払っても無駄だって思った。そしてそれは当たっていた。以来私たちはずっと一緒にいる。多分友達を やっている、海を中心に、いつも3人で。ねえ、ささあ、うわ、腕をつつかれて振り返れば目の前に海の顔があった。近い近いって。何？これこれ、このジュースちょっとあげるから飲んでみなよ。はあ？目の前に差し出されたのはキャップの開いたペットボトル。海が両手でわざわざラベルを隠している。ああ、おすすめの方なんだな。こうやって進めてくるってことは。海、また変なの買ってきたんだろう。ペプシの新作だから間違いなし。ねえねえ、飲んでみて。ものっそい美味しくないから。なんでいつもそんなの買ってくるんだよ。そしてなんで私に飲ませたがるんだよ。だって面白いじゃん。こういうの。やっぱこういうのは友達同士で味合わないと。出たよ。まただよ。本当に。
海は好きなんだな、こういうイベントと友達って言葉が。ちょっとしたことを本当楽しそうに、私やネナに押し付けてくるんだから、こっちの都合をお構いなし。すごいな。うわ、でもこの、ああ、そうか。そうか。この、私たち友達なんだからって言えば言うほど心にチクリと針が刺さるわけやろ。あ、この先、私たちは友達なんだ。友達以上の関係は望めないんだっていう。いやーいやーほらほら、飲んでみてってば。もう本当、海ってお構いなしだな。あのさ、分かってんの？それ飲みかけだから。あんたがすでに口つけてるんだよ。友達だからって、そういうの人に勧めてくる？友達同士なら別にいいのか。はいはい、分かったってば。私はペットボトルを受け取って、空いている飲み口に唇を、飲み口を唇につける。もうすでにちょっと湿っているのがわかる。そしてすごいドキドキする。それをごまかすように私はペットボトルを煽った。炭酸が舌で弾ける。甘い。そして口の中に広がるフレーバー。なんだこれ、ちょっと苦い。どうどう、なんか変な苦味がするんだけど。へへへへ。え？今日発売の新商品、ペプシゴーヤ。ほんと最低。ゴーヤはひどすぎるだろう。私は海にペットボトルを突き返す。誰だ、こんなフレーバー考えたの。バカか、死ね。やっぱマズペプシは友達みんなで飲まなきゃね。よし、次はネナだ。ネナ、ねえねえ、寝てないでこれ飲んでみてよ。やだよ、まずいのなんか飲みたくない。ほんとやりたい放題。海ってなんでこう、友達だからって他人の中にズケズケ入ってくるかな。なんで、逆になんでこれを好きになった。逆にどういう経緯でなんでこれを好きになったんだろう。すごいな。おじさん逆に苦手なんだけどな、こういうなんかパーソナルスペースにどんどん入ってくるやつって。すごいな。私みたいなの相手にも。自分の見た目がちょっと近づきがたいのは分かっている。小さい頃から長く伸ばしている髪で、幼稚園ではお化けとか幽霊とかからかわれた。目つきもノーメイクできついし、今じゃわざとそうしてるし。中学の時にはしっかり中二病にもかかった。自分のノート半分くらいに、自分で考えた占いの方法をびっしりまとめて体系化したりもした。お手製のタロットカードまで作ってみせた。おかげで友達なんかいなくてもいい、ここなのがかっこいいんだとか思っていて、人を避けていた時期もあった。そんな風にしてたから、わざわざ用もないのに話しかけてくる人なんていなかった。海を除いては。あー、海もう病気なんじゃないかと思うほど友情とか友達とかをしてくる。すごい好奇心が強くて、イベントや新商品が大好き。当たっても外れても楽しめるお得なタイプ。思い立ったらよく考えずに行動するし、そのおかげですごい落ち着きなく見える。でも裏表がないから、嬉しくても怒っても、こっちにぶつけてくる。人付き合いもうまくて、誰とでも仲良くなれるし、初対面の人にも物おじしない。そんなのを友達になった時から分かってる。そして妙に頑固で、きっとこいつの友達、こいつの友達ってのもそうなんだろう。こいつの友達、何これ。私にないものをたくさん持っている。羨ましくはないけど眩しく見える。うるさい。そして普通にうざい。でも私にできた友達だった。だったのにな。そうなんだよ。3人で同じ9つ星を選んで合格して入学した。
その時までは海はただの友達だった、大切な。でも、なんやそれ。でも入学式の日、待ち合わせの場所に現れた海の制服姿を見た時、なぜか私の胸がときめいた。いつものように話しかけてきたのに、なぜかうまく返事ができなかった。気のせいだと思った。よくわからなかった。でもその時覚えた気持ちはいつまでも残った、消えなかった。そしてどんどん大きくなっていった。はっきりとしてきた。海のことが好きなんだ、間違いようもなく。そうはっきりと自覚してしまったのは、入学式から1年経ったついこの間のこと。久しぶりに頭を抱えて叫びたくなった。封印しておいた自分のノートを見つけてしまった時みたいに。それ以来、私はいつも天国と地獄の間を行き来している。海が話しかけてくるたび、抱きついてくるたび、笑ってくれるたび、嬉しくて仕方なくて舞い上がり、それを顔に出さないようにいつものようにそっけなく邪悪に扱って、邪険か、邪険に扱って、それを後悔して沈み込む。わあ、なるほどね。さっきみたいに飲みかけのペットボトルを差し出され、これ間接キスだろなんて思うような毎日。これいつまで続くんだろう。あ、例のやつや。わあ、ちょっとトイレ。いつものように部活を始めて3人で担当しているお昼の番組の反省会と来週の準備。いつものように海が仕切って、私とネナとで、適当に混ぜ返して、それでちゃんと仕事を進めて、適当に霧が良くなったところでフラフラとネナが立ち上がった。あー、この流れって、トイレ私も行くよ。ほら、笹も行こう。ほら、私は別に。いいのいいの、トイレはみんなで一緒に行くもんなの、私たち友達じゃん。なんで海はこんなに一緒にトイレに行くの好きなんだろう。海の中に友達ってそういうものだって決まりでもあるのかな。あるんだろうな。ついてくるの。もういい加減それやめなよ。私もネナもさすがにこれは、並行しているんだ。いいから行こう行こう、ほら出発。テンション高いトイレだなぁ、もう。ほらやっぱり。私の前を海が、ネナの手を引きながら歩いている。別に、海が、ネナと手をつないでいるからってそれに嫉妬したりはしない。だってネナは私の友達だから。でもその手が掴んでいるのが私の手だったらって思うことはある。だって私は海が好きだから。好きだってそう海に伝えたらどうなるんだろう。海が私のことを嫌ってるとは思わない。でも恋人になってほしいなんて好きを受け入れてくれるだろうか。普通そんなことない。私の気持ちはおかしい。女同士なのに海が好きだなんて、こんなに好きだなんて。いくら海でも、引くよなこれ。それにネナだって二人に惹かれたら分かってる。私たちの友情はおしまいになる。そしたら海は悲しがるかな。ネナはどうだろう。少なくとも3人でこうして一緒にはいられなくなる。そんなのダメだ、だから言えない。海は好きで、でも、ネナも大切な友達だ。私たちは、海を中心に友達でいられる。その海との今の関係を壊すことなんてできない。今のままでいい。あー、マジか。でも
ほらさあさあ遅れてるよ、早くおいでよ。好きなんだ海、好きって言いたいんだ。わーくー